はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田竜平です。今夜は当番組論説委員長のこの方にお越しいただきました。どうもこんばんは、竹内義雄です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね。はい、毎月竹内先生にはご出演いただいてるんですけれども、ありがとうございます本当に。はい、先月はもう90分、はい、ほとんど吉野家の専務取締役の話してましたけどもですよねもう誰も言うてないですな。言うてないですね。吉野家のこと怒ってる人いないですよ。いないですね。早いですね。でも世の中、そうなんです。世の中のサイクルが、時間の流れが早い早い。ほんでね、先月2人にほぼ90分ずっとね、あれこれ言うてたじゃないですか。って言ってたら、この番組いつも出てくださってる私の先輩弁護士の香川照江先生という方がツイッターで聞いてくださったんでしょうね。もう自分は吉野家のことそんな興味ないと書いてあったんですけど、言わせていただくと、私と竹内先生もさほど興味ないですよね。別段ね、別段ないんですよ。喋ってるからといって興味あると思われたらね、そうなんですよ。だからそれを言うと、何年か前に有村昆さんに関して90分喋ったりとかもしてましたけど、とはいえ僕らね、普段有村昆のこと考える時間なんてないっすね。1年間で1秒たりともないないっすよ。ゼロです。ただああいうことがあったらね、ちょっと喋るときにはちょっと熱入るだけで、そういう感じで、例えばね、僕竹内先生イベントさせてもらってるときに楽屋に入るなり、先生有村昆のねとか吉野家の専務ですけどとか言わないですもんね。ないですね。正直共通のね、なんか知り合いの人なんかこうらしいですよとかのあったとしても、ないっすよ。さほどね、ああいうお題があったから、世間をにぎわしてるから、それで喋ってみようかということですよね。我々なりの切り口はこうだよというね、ことですよ。そうなんですよ。だから特段興味があるわけでもなく、例えばね、何年か前芦田愛菜ちゃんとかについてもね、結構熱弁を振ってましたけども、まあね、愛菜ちゃんもね、いいお年になられて、そう、また愛菜ちゃんの話になるんですけど、愛菜ちゃんこの間ね、ネットニュース見てたら、某有名大学の付属高校かな、通ってらっしゃるんですけれども、その学校の中であんだけテレビとか出てはるのに、なんかね、学年で5位以内かなんかで、そのだから系列の大学の医学部にもう内定してるとかって。でしょ？すごくないですか？そうでしょ？で、もう一つ僕が言わせていただければ、最近も子コマーシャルに出てるじゃないですか。出てますね。出てるでしょ？で、僕から言わせていただければ、非常にいい感じの年の召され方をしてるんですよ。まあ若いですけど、もっと若い頃から僕ら見てるから、あの子がどうなるんだろうと思うと、非常に僕からしたら、なんというのかな、知的で、聡明で、しかし可愛らしくみたいなね、いい形なんですけども、ああいうふうに育ってほしいなとか、僕娘いる身からしたらね、思いますもんね。でしょ？理想の感じじゃないですか。でも、なんか聞くところによると、芸能界は引退したみたいなことをね、書いてるところもあるんですよ。今も出てますよね。出てるでしょ？そう、清水圭さんとか勘違いなさってないですか？いや、じゃなくてね、芦田愛菜さんが芸能界引退するっていう話があったんですよ。なのにコマーシャル出てるから、それどういうことなのかなと、コマーシャルは OK なのかなみたいなね、いうような、ちょっと僕が得た知識なんで、竹内間違ってんでって言うたら指摘してください。6月に新しい映画も公開されると。でもね、一時に本当に引退で出たんですよ、今から1年くらい前ですかね。それもっと前じゃないですか、もっと前に、多分受験するときとかに、ちょっとお休みされたときじゃないですか。それを僕が引退だと。いろいろ、なんか、時空を前後させて。ちょっとよく、だから、お年頃ですから、受験があったりとか、また復活したりとかいうことで。またね、中学受験もあれば、大学受験もあって、学校の勉強もして。じゃあ、あえて言えば、ちょっと芦田愛菜ちゃん、そういうことにもうちょっと詳しく、ちょっと伝えてほしいですね。なんで芦田愛菜ちゃんのせいにするんですか？愛菜ちゃん何も悪ないですよ。でも、そんな、誤解してる竹内先生に対しては、愛菜ちゃんは優しいと思いますよ。そうでしょうね。だって、ね、以前、ちょうどね、あの人が、映画の、なんかな、舞台挨拶で、その、同じ時期に、アントニオ猪木と、もう一度、アントニオ猪木と全く同じようなこと言ってたって、このね、ラジオでも、竹内さん忘れていらっしゃると思いますけど、芦田愛菜、アントニオ猪木説っていうのを、なるほど。それもずっと長い時間かけて喋ってたんですけど。風車の理論みたいなことをね。風車の理論みたいな。はい、だから、裏切りをテーマにした映画やったんかな。裏切りをテーマしたときに、だから、裏切られたという、はい、それは自分の、うん、そういう人の見る目のなさを、ね、言ってた言ってた。それが問題であって、裏切られたと思うのは間違いや、みたいなことを、マナちゃんが言うたときに、全く同じ時期に、あのアントニオ猪木が、うん、それを言ってて、坂口誠二がね、聞いたら怒るでっていうね、人間不信っていう賭けを残してね、猪木に裏切られ、だからそんな話を、だからそういう内面的な成長も、やっぱりなさってる。もうそうだわ、言ってたわ、それ。言ってた、賢いことをね。要は、だから裏切られたったら、僕らは腹立つじゃないですか。そのね、裏切ったっていう人に対する恨みつらみで文句言いますけど。言いますやんか。でもそれはそうじゃなくってと、そういう人を選んだという自分のことに戻しなさいみたいなね。いうことなんですよね。で、それがまた一つ成長になれば、まずそれは自分のためでもあったというようなことにも捉えることができると。そうなんですよ。だからそういう。いや、すごいですね。だからそれをもうね、10代半ばでその心境に達してるっていうのは、すごいですよね。すごいですね。だから、本当にああいう子が彼女だったら、彼氏も本当に幸せですよね。まあまあ、僕もそう思いますけどね。あんな、ようできた子やったらね。ようできた子で。で、もうだから、ね、その、今あんまり菜食原理で言うとあかん時代かもしれへんけれども、ね、で、実際そういう大人のなんだろうな、この心の中のそういう葛藤も分かってくれるわけでしょ。はいはいはい。僕ね、昔、これ、まあ、名前は伏せますけど、某、アイドルの方がね、はい、とある週刊誌にね、まあ、彼氏ができたっていると。で、その彼氏と、彼氏の文化住宅でね、仰せを重ねてるというのがあって、その時にね、まあ、アイドルの子を、ね、みんなね、彼氏がいたのかっていうようなね、怒り方してたんですよ。で、僕はもうちょっと待ってくれと。僕はそんな見方しないと。いわゆる、売れっ子のアイドルが、文化住宅に、まあ、下宿みたいにしてる彼氏のところに通い詰めてるわけですよ。だから、多分共同トイレで、風呂は多分銭湯なんですよ。まあ、そういう状況ですかね。そこに通い詰めてるということは、まあ、アイドルが。まあ、そういうね、例えば微量の話、そういう行いの時でも、シャワーとかもできないわけですよ。まあまあ、そうですね。だから、それを、文句の一つも言わずにね、その彼氏に甘んじて受け入れてるわけでしょ。これは立派なことだよと。今時のその彼女、そんな子がいるかって話したわけよ。まあしかもそういう立場がね、スターなわけでしょ。でしょ。じゃあこれよっぽど性格がいいということだよと。だから君ら裏切られたとか言うてるけども、マナちゃんじゃないけど、そうじゃなくってそういう子をあなたは推しに選んでるわけだから、その子のええとこを見てあげなさいって僕も。教えたんですよ。だから竹野先生はでも、それもだいぶ大人になってからなんでしょう。竹野先生かなり大人になって最近でしょ。最近ですよ。最近でしょ。まあ40代でしょ。40代でしょ。だからそのもう心境にね、10代半ばで達しててっていうことですよね。達してるしね、やっぱり演技もうまいし、頭もいいわけでしょ。だってほんまにそういう医学部に入れるのは5人って書いたかな、だから学年で。すごいですね。なんですかね。まあ本当にそういう子もいるということなんでしょうね。で、まあまあ最近ね、この時代の流れが早いなって言ったら、まあ今は吉野家の、何でした、専務取締役じゃなくて、よう叩かれてんのは、これですかね。ラジオネーム、コトン侍からいただきました。隅田先生、竹内論説委員長、こんにちは。先日来話題の新型コロナウイルス特別給付金の4630万円を誤って振り込んだ件ですが、振り込まれた24歳の男性がネットカジノで全て使っていたということが分かったそうです。分かったそうというか、まあ男性はそういうふうに言うてるのかな。言うてるということですね。返金できない理由がネットカジノというのはなんだかこち亀に出てきそうな展開のようにも感じます。この件に関する法的なご解説。法的な解説をよろしくお願いいたします。まあ、法的に言うと、それは当然ね、振り込んだ方も法律上の原因ないから、不当利得、返還請求できるけれども、なくなってしまった場合、権利はあっても実現、回収するのは難しいよね、ようあることで。で、その方がね、振り込まれた方がね、まあ、善意の第三者として、いきなりお金が入ったけども、これはなんかで、俺がもらえたもんやという、まあ、勘違いかなんか知らないけど、そういうことは、言えないんですか、法廷で。いやそれは言えないでしょ、その、うん、何の心当たりもないわけでしょ、はい、だから法律上の原因がないからさ、不当利得っていうことになるわけや、それは自分は分からなくても。分からなくても。ああ。ということは、まあ、それはもう返金せざるを得ないようなお金なんですね。だからそのそう、訴訟を起こしてるわけでしょ、この町は。うん、で、訴訟を起こしてて、でね、今日なんかネットニュース見てたら、うん、橋本さんが、まあ、珍しくええことを言ってはりまして、はい、でそれは何かというと、そのね、請求してる金額が、この4630万に加えて、回収費用、弁護士費用とかも足して請求してるらしいんですね、訴訟を起こして、はいはい、でそれがだから500万ぐらいあるのかな、500万、うん、だから4630万で、うんうん、で、その弁護士費用は高すぎるやろみたいな、それはでもね、確かに僕もそう思うんですよ。うん、というのも弁護士費用っていうのは、その請求する金額とか、まあ、それ経済的利益っていうんですけど、それの何パーみたいな形で算出するんですよね。例えばうちの事務所では300万まではその 8% と消費税が着手金でとかで、300万回収できたらその 16% と消費税が報酬とかっていうような形でやるんですけど、でもそのだから請求する金額大きければ大きいほど弁護士は高くはなるんだけれども、実際にやっぱり回収可能性とかも考慮に入れて、やっぱ費用って決めるんですよね。これ3000万確かに借用書あるから、どう考えても訴訟をしたら勝訴判決はなるけど、その判決は紙切れに過ぎず、回収できひん可能性あるときに3000万を基準に訴訟費用を算出したらめっちゃ高くなるから、それはやっぱりもう、いやこれ回収できへんから、回収できたときはこうしましょう、できなかった場合もこの何十万ぽっきりでみたいないう感じでね、まあやるのが普通かなと思うんで、だからそれは確かに高いなと思うんですけど。なるほどね。まあ何にしても、まあまあその返さない方がまあ悪いということは悪いわけで。悪いはそう法的に言うと悪いんですけど、ただ自分が24の時にね、これめっちゃテンション上がりますよね。あ、今回入ってたら。いや別に24の時じゃなくてもテンション上がるわ。今でもね、もしこばって通帳は記帳してね。いやこれね、思うんですけど、確かにテンション上がりますよ、でもその次に来るの、襲ってくるのは恐怖というか、なんやろこれってなりますよね、普通、で、これはやっぱりちょっと大変なことやでと、これ、もし使って何も言うてこられんかった方が怖いでしょ。何の金やねんって使って、そうですよね、なんか散財してても、ずっと言われんまま、1年たち、2年たち、これ怖いと思うんですよ、ほんでまた2年後で振り込まれて、これ、なんやろ、なんか実験されてんのかなとか思うじゃないですか。そうですよね。ね、なんか竹やぶに1億円現金があって拾った人とかいるじゃないですか。ああ、昔やりましたね。あんなも怖いでしょ。あんなも普通に捨てるわけないわけだから、何かやばい金でしょ。でもあの人ってなんかもう名前も顔も昔ってなんか有名になってはりましたね。有名になってたから、逆に言えば有名になったから何も手出しができなかったという可能性もあるし。うん、絶対なんかおかしいんですよ。昔の1億円を拾うっていう思いそうですよね。だから今のね価値的には。今のやっぱり数億円ぐらいの価値があったはずですよ。だからそれってどう考えても、ね、なんかおかしいんですよ。なんかおかしいですよね。だからそうか、だからあれはむしろ公になって、何でしたっけ、大貫さんでしたっけ。大貫さん。ね、はっきり分かった方が、身の安全があると思うんですよ。あ、そうでないとね、だから特に1億円拾ったって、もう本当にアホみたいな夢みたいな話やん。夢の話としてもアホな感じやんか。だからそれがさ、現実にあるわけだからさ、ねえ。でもあの人、その公になってたから、逆にキャバクラとかでも行けんくなりますよね。行ってたら言われるじゃないですか。ね、1億円で来たやろ。1億円で、人の金で行ってみたいなね、なるじゃないですか。何に関しても言われるでしょ。何に関しても、何してても言われますよね。言われるよね。で、ちまちまとやってたら、あんな持ってるくせにちまちましやがってみたいな、言われるし。言われますよね。どっちに転んでもあれだよね。どう転んでもね。はいはい。ほんで、やっぱ親しくなったら、必ず聞くでしょ。あれどうしたんとか言って。いや、絶対聞きますよね。まだ持ってんのとか。言いますよね。だから、ちょっといくら貸してっていう人も多かったよね。いや、そういっぱい出てきたでしょ。ほんで、断ったら、お前拾った金のくせにってなるよね。くせにって言われるわけですもんね。ねえ。そういう。耐えられないよね。どう転んでもそうですよね。だからその、ね、幸せと不幸がこう、どっちが、まあまあ、1億やったら結局最終的に1億かな。いや、どうなんですかね。でもほんまにかなりしんどい思いも、そうなんですよ。まあそのね、背筋主義の方がいらっしゃったらね、そういう方には言っときたいんですけどね、お願いします。うちのおふくろに言うてるんですけどね、90今1になりました、お母さんに、お母さんがでね、あそこ悪いここ悪いとかね、いやどうしようとかね、いやこんな時老後楽になったらええのになとかね、いろいろ言うてるわけですよ。いやお金持ってる人はええでと、なんかね、その老人ホームでもすごいええとこ行けるわけじゃないですか。まあまあね、高級老人ホームとかありますから。そう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 。でまあまあまあって話した時にね、でもねと、例えば超お金持ちがいらっしゃったとして、例えばまあ30でね、まあ資産がね、100億円ぐらいあると、その人がね、もう本当に不治の病になりましたと。で、あと例えば90まで生きたい、あと60年生きたいって、60年生きれるんやったらね、資産100億円全部そこに入れますよと、それで 100%90 まで生きるんやったら、あと60年、絶対そうなりますよと。ということは、お母さんは、100億円持ってたと同じことなんですよと。もう90生きてる、今元気であること自体が。自体がね。そう考えたらお金ってそういうもんじゃないですかと。それ、お母さんと、どういうシチュエーションでそんな話なんですかわからんけど、まあでも僕はね、でもそう思うんですよ。例えばお金いくらあっても、やっぱりそれ元気で生きてるということが前提条件なんですよね。いや、まあまあそうですよね。はい。で、なおかつ、例えば僕お金ある人何も知ってますけども、そういう人たちが果たして本当に幸せかというとそうでもないんですよ。そうそう、それ目当てで近づいてくる人もいるし、不信感も出るし、例えば自分の息子とか兄弟も信用できなくなるし、で近づいてくる女性の方も財産目的と思ってしまうし、ね、どうしてもね。だから、要はそういう目的がなかった近づいてきてもお金持ってるの分かったら、やっぱり自分たちの親戚が困ってたら何度貸したってよって話になるし、でもそれに対して持ってるのに貸さないってなった時に嫌なやつと思われるし、そやからつって貸したらまたいろんなやつに貸さんたかんし、これはこれでもう、舵取りが大変やなと思うんですよ。実際そうでしょうね、本当に。だからこのね、4630万、これ、決してね、褒められたことじゃないですけど、まあ返すべきもんでしょうけど、このなんか、ネットカジノで全て使うっていうのが、この人の、だから、勝負してみよう思ったのかな、増やして。あれかな？まあだからね、バイトをさしたらね、金を返して、もう純粋に自分のお金が4630万手に入るわけじゃないですか、バイトになったらね。で、倍にするっていうのは、意外と簡単と思うじゃないですか。例えば10倍にしろってなると、難しいですよ。まあそうですよね。カジノで一番硬い勝負をして、倍増というのは、これ、なんか五分五分やん。あ、そうか。多分だから最初返そうと思ってたんじゃないですか。思ってて、でも待てよと。この今ある4630万を2倍にしたら、その4630万返して、あとは自分の才覚で増やしたもんやから、って思ったんですかね。というふうに思い方もしたんではないかなと思うんですよ。勝負に出ましたね。妄想ですけどね。そうじゃないかと。で、そう考えたらね、いや、倍増じゃなくっても、1.5 倍で、でも全然いいわけですよ。ね、2000何万あるわけって、あ、これいけるやんみたいなね。これ意外とカジノとかみんな一攫千金で、なんかいきなりね、何十倍、何百倍というのを夢見るけども、俺違うで、硬いねんと。倍でええねんと。いや、1.5 倍でええねんと。1.5 倍、1.5 倍と言わず、1.2 倍でもいいわけですか。いいわけよ。でもそれでも1000万とかでしょ。そう。いやいや、もう本当に、ちょっとスズメの涙100万増えただけでも、返しも100万手に入るわけやんと。これやらん手はないで、みたいなね。って思ったのかな、そういう悪魔のささやきが。あったんちゃいますかね、そういうことも。カジノやってるとしたらね。まあ、いろんな見方があると思うんですよ。現金にして、で隠しといて、もう使ってしまったで言い張って、なんかいろいろ罰は受けるやけど、だろうけども、別にそれほどの重いものではないかもしれないと。まあでもただ4630万という金額の、まあ、それを隠して銀行から下ろしたら、銀行に告げなあかん、そういう審議則上の義務があって、それを隠してること自体が、まあ詐欺の疑問行為でみたいなことで詐欺になるちゃう可能性が高いんですよ。ってなったら、被害額が4630万やったら、数年間のまあ実刑判決になると思うんですよ。まあだからそれとね、天秤にかけてかもしれないですけども、そういうことよりもこの人は本当に、その竹内先生がおっしゃってるような、そのカジノで手堅くって考えたのが多分そうなのかな。だから本当にね、カジノで手堅くっていうのはアホみたいな発想やけど、でもそうなったらね、倍とか 1.5 倍とか 1.2 倍にしたらええねんってなったらね、手堅いと思っちゃうんですよね、人間って。そうだからね、カジノってのはもうそんなんじゃないとこでみんなやるわけじゃないですか。だから 1.2 倍で円やったら、えって普通のほら投資とね、まあ、近いもんがあるじゃないですか。どういう種類の、ね、カジノか分からへんけど、うん、そういう感じで考えてやったら全部吸っちゃったみたいな、まあ、結局ねするんですよ、ああいうものってそりゃそうですよ、これだからこの阿武町ですか、今度もう一回彼に託してあかんわあかんでしょ余計ですかね、大問題でしょ、大問題ですかね、そのもう一回チャンス与えろと、もう一回帰ってくるぞと、そうやったらもう日がかけたらカジノしたらいいよ。そうそうそうか。彼に託す必要ないですよね。いやだから気持ちがわからんでもないじゃん、これはダメですよ、ダメですけどねえ。なんか考えたんでしょうな、その辺は。24という美空でね、いきなりそれの金が入った時に、おーっと思ったんですよね。だから最初はなんか返せ言われて行こうとしてたわけでしょ、なんか、町の人と会おうとしてたけど、急になんかやっぱり、あ、ちょっと待てよと思ったんでしょうね。返しちゃええんやろ、返す時に、あってことは。何日間かは猶予あるはずやから、その猶予の間に何かなるんちゃうかと、何かできるんちゃうかと。ね、今このまま返したらそのまま終わりやけど、猶予があったら、その間に何か、うまい話がなんか考えられるんじゃないかなと、だって、まあ、本当だったらそんな金一気には来ないじゃないですか、今後、将来的に頑張っても、その金をね、じゃあ、この金を利用して、とにかく今、預かった金やけども、これをなんか運用したら、何がいいかなとか思ったかもしれまへんな、FX でやってみたらどうやろとか、頭でね、その時一番早いのがやっぱりカジノや。でしかも法的に、まあ、できることもあると、まあまあ海外のね、とかだったらできるんでしょうね。ねえ、いやだからまあちょっと一発かけてみたのかもしれない、それはもう本人に聞くしかないですね、どうだったのかはね。だからね、まあワイドショーとかでみんな叩いてるみたいですけど、その心理過程っていうのは、だから自分が20何本やったらちょっと頭によぎる可能性あるかなと思っちゃいますよね。僕らまあね、本当に大学生やったかな、もう高校やったかな、ちょっとそういうパチンコとかにはまるときあるじゃないですか、でちょっとお母さんのね、ちょっとこそっとみたいなことがあって、それで買ったら返して、自分も儲かるしみたいなこと考えましたね、ふと。ちっちゃい話ですけど、1万、2万の話ですけどね。でもこういうことを、例えばワイドショーとか出てて、これ、もう一回彼に託してねって、とか言ったら、これ、今、炎上するんでしょうね。大炎上です。ラジオネーム購買課課長補佐さんからいただきました、墨田弁護士竹内義和当番組論説委員長、こんばんは。こんばんは。竹内義和当番組論説委員長出演会は欠かさず聞いている購買課課長補佐と申します。ありがとうございます。水道橋博士の裁判や立候補の件も気になりますが、これどうなんですかね。そうですね、まあ立候補ひょっとしたらあるかもっていうのが僕の今の意見ですね。しはるんですかね、なんか、私ももうネットニュースの知識しかね、ないんですけども、れいわ新選組の街頭演説は参加してはって、その時にまあ発言をしてて、なんか喋ってはって、山本太郎さんから言われて、ですね、だからいう話でしたね、だから。そうですね。僕はまあこの前ね、東京行った時に博士の番組の出たり、僕の番組に出てもらったりとかして、博士の家からね、まあ中継というか収録したんですよ。でその時にまあいろいろとご飯食べながらお話したんですけども、なんかまあ考え方令和に近いからどうですのみたいな話はさせてもらったことがあるんですよ。あ、そうなんですか。でその時に全面否定じゃなかったんですよね。でまあ僕はハタイちゃんというね、近藤参議院で令和から立候補する、一緒にネット番組、ね、番組なさってますよね、八幡さんと。そのことも博士はもう分かってた、知ってはったし、だからまあどうなのかな、ちょっとこう押せばなんか本当に誰かに背中を押してほしい感じもちょっと若干あったような気はしたんだけどね。その場のやり取りで、まあ、山本太郎さんから、その博士さんが今松井市長からまあ訴訟を起こされてて、その博士さんはスラップ訴訟やっていうような言い方して、スラップ訴訟っていうのはまあそういう政治家とか大企業が、まあ言ったらその自分たちに対する表現を抑止するために訴訟を起こして、まあその言論を封じ込めるっていうのをスラップ訴訟。で僕は正直、今回の博士が訴えられている事件をスラップ訴訟という言い方をするのが適切かどうかっていうのは疑義のある。私はほんまに博士さんにものすごい恩義しかない人間なんですけども、そのことに関してはそれはどうなのかなって思ってる人間ではまああるんですけれども、でそういうなんかスラップ訴訟のね、防止する法律を作ってほしいみたいなことをなんか博士が言うて、でそれを聞いた山本太郎さんが、それやったら自分が立候補して立法したらどうですかっていう検討をしますみたいなやり取りがあったと。だからまあその前に僕博士からお話しさせてもらった時には、やっぱり若干やっぱりまあそっちの方向に行く可能性もあるのかなっていうぐらいには思いましたね、受け取ったというか、はい、まあね、本当にこの番組を出ていただいたりとか、でもう一月くらい前ですね、一緒にイベントしてた竹内先生のアワーズルームで、がもう本当にね、僕ほんで今書いてる7月に本出すんですけども、その中でも博士さんの話っていうのはまあ一番多いぐらい書いてたりするぐらい、まあ自分にとって先生みたいな人ですんで、ほんまにね、どういう選択をされようとも、僕はその博士さんが選択したことは応援したいし、ただ政治的な選択となると、そこを生き方は支持しますけど、政治的選択っていうのはそれで切り分けなあかん思うから、そこはまた全く別やと僕は思うんですよ。だからそこも、いやお世話になってる博士が出てるからっていうことで投票するとかいうことを言い出すと、それってそういうのはあかんでしょっていう情実で投票するのが、人間関係とかね、そういうのが良くないんじゃないかっていうことを思うから、そこは僕切り分けたいから、博士さんが自分のやりたいことをされることは応援するけど、政治的な選択は僕はまたそれは全く違うところで判断したいなと思うんですけどね。それはまさにそうです。思想信条は皆さん自由ですから、自分の思想信条に基づいてやっぱり投票行動を起こすべきだしね。それはそうだと思います。だからそこでその博士さんが訴訟を起こされてる件でね、松井さんの件で、まあ、博士さんの言い分もわかるんですけど、僕は本当に前提として言うと。まあ、この番組でもいろいろ言ってる通り、今の関西の芸能の状況、結構まあ政治とまあ結びついて、吉本と結びついてるような状況って確かにあると思うし、それは僕は由々しいことやと思うし、でいつも僕が言ってる政商分離、政教分離ならぬ政治と笑いを分離せなあかんと、両方が堕落すると僕思うんですよ。笑いも堕落するし、政治と結びつくと、で政治も堕落すると思うし、だからよくないと思ってる人間なんですけども、とはいえ、例えばそのまだ僕そのね、どういう訴訟の何が名誉毀損って言ってるのかっていうのを正確に把握してないから分かんないんですけど、そこをどう名誉毀損と捉えてるかによっては、まあそのなんでしょう、博士さんが拡散した内容っていうのが、それが違法かどうかさておき、もしかしたらなんだろうな、不適切な、違法じゃなくてもやらん方がええ内容かもしれんし、だからその政治家やからといって、なんでしょう、当然、そのね、政治家だから、公人だから、まあまあ、なんていうのかな、言ったら、公の言論を、まあ、展開できる立場やから、公開で討論戦わせることによって、それでまあ、なんか自分に対するいろいろ汚名とかも挽回できる立場でもあるし、そうすべきとは思うんですけど、一方で公人とへ裁判を受ける権利もあるから、それを行使することを、なんかスラップ訴訟という言い方をすることも、またそれは逆に、まあその公人の立場が側面を持ってる人に対する権利の制約になるような部分もあるから。だから僕はそういうことも慎重に考えなあかんなと、博士さんにお世話になってる立場やけども、そう思う。まあだからね、ほら、ある種の人情的に言えばね、僕は博士 100% 支持派なんですよ。言うてることよう分かるんですよ。例えばそのリツイートしたこと自体がね、それが名誉毀損に当たるんだったら、その元となったものをなんで訴えないんだと、それを訴えるのは筋だろうと、それを訴えずに、それをリツイートしただけの人を訴えること自体が、それはちょっとよく分かんないっていうのもあるし、そこに関してはそうなんだけど、ただ、まあ、法律的に言えば、そこっていうのは僕らの感情の問題だから、あまりなんかそこで吟味されないことだということであれば、その松井市長がこれに対しては訴えてるんだということを、それはあきまへんでというのはいかがかという、確かにそれは思いますよ、それはもう裁判で決着つけるべきだと思うんですけども、ただ、その人情的には僕、博士の言うことが分かるし、僕は、そして僕の考えはね、この、まあ、人情って言ったらおかしいけども、これ、当たり前のことですやんということを、いやいや、違いますやんっていう、なんか、ことがね、今の政治を僕はこういうふうにしてる一番の大元だと思ってるんですよ。つまり本当に理科に冠を正さずですよ。確かにそのやってることは罪に問われないかもしれないけど、うん、それはあかんでということを、その上の人がやってると、で、それをみんなが寄ってたかって守ってると、まあまあまあ、そういう状況っていうのがあるじゃないですか、例えば、個々のこと言っていけば、ちょっとまた話が別になりますけども、要は今、その上の人たちは、子供に道徳の教育をまた復活させようとしてるという動きをしてると、そうやってる人たちが道徳的に一番ダメなことをしてる、道徳というのは、法では悪くはないかもしれないけど、そんなことやったらあきまへんでっていうのは道徳やと僕は思うんですよ、やっぱりお日さんが見てますよと、自分の心に対してどうですかっていうのは道徳でしょ、それをいやいや、これ、何の法律的にも問題ないからいいじゃないですかって言うてるような人がね、子供に道徳を教えるということは何事だと僕は思うんですよ、感情的に。だから、感情的に言えば、僕はもう博士の言ってること、まんま分かります、握手ですよ。でも、法的に考えた場合、どうかって言ったら、まだ違う問題になると。ここはもういわゆる本当に弁護士とか法を携わる、司法に携わるものは、そこはやっぱりちゃんと考えとかないと、完璧に感情に流れていくようなものになっちゃうんで、いいも悪いも含めて。だからそのね、維新の、いろんな問題とか、そのあることを、博士さんが指摘されてるのも、それも確かやし、それはちゃんと議論せなあかんっていうことと、その、言ったら、そういう構造的な大きな問題とは別に、松井さんが、ここの部分は名誉毀損やって言うてる部分に関してね、当該事実、その事実の適時の仕方とかいろいろあるとは思うんですけれども、そこを自分は名誉毀損やと考えて訴訟に打って出るということ自体は、僕は別に、それを訴訟とかっていうのはどうかなというのは正直思うんですよね。だからそういう問題ある人でも、だからといって何でもかんでも言うてええわけじゃなくて、当然例えばその人のもう歯もない噂が仮にあったとして、ね、そのことをそういう噂があると言い続けること、あるいはでもその噂に関してちょっとどうしてもごめんなさい、なんか抽象的な表現になっちゃうんだけど、その噂に関する表現の仕方っていうのは、どこまでが名誉毀損でそうじゃないかっていうのは難しい部分はあると思うんですけども、そこを争いたいって言って、争わはること自体は別にいいと思うし、だからそこに関して、でも裁判で問題なのは、その訴えた側が名誉毀損やと言って、適時した事実が名誉毀損かどうかだけなんですよ。それ以外の竹内先生が言ってある大きな問題というのはまた別の問題で、それは議論したらいいし、別に今、僕は議論できる状況やと思うんで、でもにもかかわらず、それをスラップ訴訟やとかって言って、表現の自由の大きな問題していくのはまた違うんじゃないのかなと、当該この事実の適時は適切やったかどうか、裁判で争われるのは違法かどうかなんですけど、そこの部分とちょっと、僕はなんか大きな問題にしすぎなんちゃうんかなって率直に思う部分は正直なんですよ。だから本当にね、まさにその通りだと思うのは、個人的な感情で言えばね、裁判見ててね、うわっていうことっていっぱいあるわけですよ、何に関してもね、特に凶悪な殺人事件に関しては多いですわ、そういうのがね、なんでこんなやつがと、でもやっぱり法治国家として名乗ってる以上は、やっぱ法によって裁かれない限りは、すべてがなんか感情になっちゃって、じゃあそれは、じゃあ誰の感情に基づくものだってなってくるんで、要はいくら、例えば僕らがもう悔し涙にくれることでも、それは法としては、要はその裁判官にしろ、誰にしろ、本当に断腸の思いで決断を下さないといけないわけですよ。ね、それを、だから裁判官というのはそういう重荷を、責務を背負ってるんだと。だからこそ立場もあるし、収入も多い。これはだから、なぜかといえばそういうところを、なおかつそれを冷静に、しかも法という正義のもとに判断するかどうかということが一番問われる問題であって、だから感情で言えば正義が正義じゃなくなる場合もあるし、こんなやつにその、ね、法の加護、があっていいのかとかね、亡くなった人に対しては、じゃあどうしてんだって話、当然なってくるわけじゃないですか、だからそれはそれぞれで意見を戦わして、より良い方にしていくというのはあるんだけども、やっぱりその法でもって、今、われわれが生きてるわけだから、ここをないがしろにすると、すべてがないがしろになっちゃうんで、これだけは本当に守らないといけないと僕は思うんですよ、そのまさに松井市長が、そうやって訴える権利は、それ当然あるわけだから。それはだと思いますよ。だからそういう意味でもね、何が争われてるか明確にするべきだと思うんですよ。今回はこのことを名誉毀損と訴えててっていうところは明白じゃないと、なんか、うん、みんなごめんなさいね、もしかしたら博士さんがそれも全部、ね、明らかにしてはって、うん、僕はフォローできてないだけかもしれんけれども、そこがだから抽象的なまま空中戦をやってると、うん、本当の争点が分からなくなるし、うん、だからそのね、政治に問題のある政治家だったとして、仮にね、うん、だったとして、その人に対しての、許される批判と、その範囲を逸脱した批判っていうのは、当然あるわけで、だからそこを、なんだろうな、その辺をちゃんと見定めないといけないし、とは思ってて、だからそういう意味で私はもう、ほんまに、博士さんのは、私の恩人で先生ですけども、それはもう自分の職業的な立場もあるのか、もしかしたら僕、博士さんが冷たいやつやな、墨田君まで思われてるかもしれないけど、だからそういうふうに、思っちゃうとこはどうしてもあるんですよね。いや、それね、最近もよく似たことがあってね、橋本徹さんに対してね、その百田尚樹さんとかの、まあそういう、そのある種のまあ思想を持った人たちっていうのが、かなり攻め込んでるわけですよ。で、それなんで攻め込んでるかって言ったら、上海電力という、そうですね、中国のがあって、あれに対して便宜を図ったんじゃないかというようなことで、でもまあ橋本さんは、いわゆるそういうところが参入してくるのは法的に自由になってるから、それを市が止めるということはできないんだというようなことで、まあ、だから自由競争みたいなことで、はい、まあ、言うて、いろいろ言い合いになってるんですよ。はい、で、これもそうで、要は、橋本さんがその立場であって、うん、維新が強い立場の大阪で、はい、上海電力が、まあ、仕事を取るのは、うん、多分そこで何か便宜があったはずやと、まあ、思ってるわけですよ。で、言う側はってことですね。言う側は。はい、批判する側はね。で、情感としてはわかるじゃない、感情としては。ああ、ね、維新何でもやれるからっていう話があるわけやんか。でも、それを、橋本徹がこうだって責める場合は、やっぱりちゃんと法的に根拠がないと、それはもう、うん、しかもそれだけ力のある人たちが、寄ってたかって責めるっていうのは、これはもう、言いっぱなしのね、もうとにかくマイナスのイメージ、橋本徹に追いかぶせて、で、ちょっとでも彼のなんか、名誉が下がったらええわぐらいのことしか思えないわけですよ。だからそこの真偽もちょっとわからないから、そこはね、だから、そうなんですよ。だから、問題があったとしても、やっぱり適切な批判をせなあかんと僕は思うんですよ。根拠のある批判をしていって、そんでその批判に対してちゃんと答えて、っていうことが自由にできる、その言論が、それが言論自由なんですね。そうだと思うんですよ。だから、そこですよ。そこなんですよね。実はこれね、新ウルトラマンについての質問やったんですけど、関係ない、ごめんなさい、それじゃったんで、一回 CM 行きましょうか。その前に曲行きましょうか。はい、お願いします。小柳ルミ子さんで恋に揺れて。もう一度、仕切り直しで。はい。はい。ラジオネーム、購買家課長補佐さんからいただきました。墨田弁護士、竹内義和当番組論説委員長、こんばんは。はい。竹内義和当番組論説委員長出演会は欠かさず聞いている購買家課長補佐と申します。はい、水道橋博士の裁判や立候補の件も気になりますが、これどう思います？もうやめろっちゅう。やめろっちゅう。もうここからまた膨らみますんで。はい。ここはやはり、新ウルトラマンについてお聞きしたいと思います。はい。私はウルトラマンに強い思いはありませんが、単に新ゴジラが面白かったので、これも見に行くかという動機で18歳息子、15歳娘との3人で京都イオンシネマで鑑賞してきました。それぞれの感想として、私はわざとオタクを焚きつけているような演出や脚本にしてそうだな。18歳息子は庵野秀明やから、わからんくてええんちゃうかな。15歳娘は仮面ライダーは見に行かへんでした。要するにライトな視聴者としては内容にグッとくるものではなかったけれども、クールジャパンの走りでもあるウルトラマンは大画面で見ておいて後悔はなかったという程度の感想でした。改めて竹内義和当番組論説委員長による新ウルトラマン論評をお聞きしたいのですが、そもそも今マーベル映画などがうじゃうじゃ乱立している中で、なぜ今ウルトラマンなのか、なぜウルトラマンが興行的にヒットしているのかを教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。ああ、なるほどね。これが購買家課長補佐の、本題といいますか。はい、そうでした。いや、やっぱりね、はい、結局、新エヴァンゲリオンというか、エヴァンゲリオンに始まった庵野秀明君のですね、バリューというもの自体が、ここに来てね、新エヴァンゲリオンが非常にいい作品になってたので、はい、で、新ゴジラがあれだけ流行ったので、はい、非常にその、もうなんていうか、ブランドとしては、きちっとこう、ね、確定してしまったっていう、その中でのウルトラマンですからね、で、なおかつやっぱり庵野君が、ウルトラマンに対する思い入れがすごくあって、はい、かつて自主映画で、自からウルトラマンになって、その映画を作ってたということもあるので、そのぐらいのマニアぶりなので、その人が新ウルトラマンということで、ということであれば、がぜんオタク業界は盛り上がりますよね。で、オタク業界だけじゃなくて、やっぱり新ゴジラのヒットによって、新エヴァンゲリオンのヒットによって、その裾野がかなり広がったと思うんですよ。だからそれも相まって、やっぱりその、庵野印の、その、やっぱり安定感みたいなのを求める人たちも多かっただろうし、かつてのウルトラマンを愛する人たちからしたら、やっとウルトラマンがそういう形で復活するのかというような期待も、もちろん、まんまに膨らんでただろうし、その結果として、僕も初日で行くっていう。初日に行かれましたか。はい。愛になったので、はい。で、そういうその、なんていうかな、前評判みたいなものが、かなり、一回そのコロナ禍で、延期されると公開がということが、逆に言えばいい方向に転んだのかなと思いますね。その間、プロモーションみたいなことで、期待感がむしろ高まったし、やっぱある程度できてる部分が多かったので、それをこうやっぱりその特報で出していくっていうようなこともできたので、でネロンガとガバラが出てくるような特報があったんですけど、その辺が僕らのよく知ってるウルトラ怪獣が出てきてるというね、そういうこのね、新しい怪獣出してんのかなっていう思いもあったけど、いや違うわ、しかもネロンガにガボラやと。ネロンガにガボラ、僕はもう全くね、そのウルトラマン通ってないんで、わからないんですよ。これね、だから劇中でね、見てほしいんですけど、パゴスという怪獣もいるんだけど、これはウルトラQに出てきた怪獣だけど、その、パゴスとネロンガ、そしてガボラ、これは同系列の怪獣だというような分析されるシーンがあるんだけど、これ別にオタク的な知識なので、映画にはあんまり関係ないので、これ言うてもいいと思うんですけど、でその同じ系列だって言うんですよ。で、ここは僕らみたいな怪獣ファンがしたらにんまりするんですよ。なぜかというと、パゴスという怪獣、これ、怪獣ファンには結構人気ある、ウルトラQの中の怪獣、で、ネロンガというのもウルトラマンに出てきた怪獣で結構人気ある、ガボラもそうなんですけどもね、これは共通してるの何かというと、もともと東宝映画のフランケンシュタイン対地底怪獣、バラゴンという映画があって、バラゴンという怪獣が出てくるんですね、地底怪獣。そのバラゴンの着ぐるみがあるでしょ、その着ぐるみを再生させて作ったのがパゴスなんですよ。パゴス。はい。バラゴンを再生させて作った。顔だけを変えてパゴス。体はだからバラゴンなんです。で、その顔を変えて作ったのはネロンガなんです。ネロンガ。そして顔を変えて作ったのはガボラなんです。つまり同じ着ぐるみを使用してる怪獣なんですよ。その次々とこう、転用していった。転用していったと。だから、なるほどと。ネロンガにガボラ。そういうことかと。にんまりと。にんまりするわけよ。映画では全くそういうとこはね、同じ着ぐるみを作ってんだとか、使ってんだとか言わないよ。言わないけど、同系列の怪獣というくくりにしてるのは、その辺は、その、オタク的な見方をすれば、そういうことなのかと。つまり、その方も書いてるけど、ちょっとオタク的なところの、そこの立地がオタク的なところで、いろいろこう、脚本書いてるというところが、ちょっと、一般的な人からしたら分かりにくいことになってるというような指摘なんじゃないですか。なるほど、なるほど。で、その、ファイトシーンも、スタイルも含めて、そのカメラアングルも、庵野さん的な、そのアングルというよりも、かつてのウルトラシリーズの、その、ファイト、ウルトラマンと怪獣が戦ってる時のカメラアングルに近いアングルにしてるんですよ。だからその辺も、だから、僕らみたいな、ウルトラ世代みたいな人からしたら、かつて見た画面を、今に通用する迫力ある画面にしてくれてるっていう、そういうこう、なんか、それは今改めて見て、佐山ディレクターもね、まだ20代半ばやけど、この間見に行って面白かったってなったのは、そういう全くその経験なくても、もちろんもちろん。前提となる知識がなくても、面白く見れる。面白く見れるし、前提があればね、あのシーンをこんなにしてくれたかと。で、やっぱりその、一言で言えば、僕の一番の意見は、ウルトラマンがかっこいいんですよ。かっこいい。出てくるところが。だから、そこだけでも見てるだけで、うわーってこう胸がときめくんですよね。だからこれはもう、先ほども法律的にどうとか、感情的にどうと言ってたら、それは僕、あくまで感情的に言ってます。だから、冷静に映画として見た場合はどうなんだということはちょっとこっち置いてます。感情的に見た場合は僕からしたら本当にこう胸がときめいて、ウルトラマンやっぱかっこいいわと思えた映画でしたね。その竹内先生ぐらいのマニアでアンチもいるわけですか？もちろんいる。やかんかったという人もいます。それはどういう部分なんですか？やっぱりそのパロディから出してないというか、昔のものに対すること同じことを焼き直しのところが多いと。だからそう見てしまったら、それをオマージュと見るのか、ただ単にそのなんていうのかな、オタク的こだわりと見るのかで違ってくると思うんですよね。なるほど。だからその庵野さんがまた新しいウルトラマンを作るっていうようなことを期待してた人からしたら、まんま作っとるやんと、まんまなんですよ。だからはい例えば、もう事前に発表されてるけど、カラータイマーはないんですね。で、ウルトラマンってカラータイマーなんですよ、3分間の。それを取るということは、ものすごい斬新なことをしてるんじゃないかっていうふうに思うじゃないですか。思いますね。ね。でもそうじゃなくて、カラータイマーの代わりになるものがもう当然出てくるんだけど、だから基本的には、その設定が、根本の設定が変わるわけではないっていう。なく、やっぱり地球上では、急激にエネルギーを消耗して、あんまり戦えないというところは踏襲してるんですよ。なるほど。でも、カラータイマーを取ったというのは、単に成田徹という怪獣デザインをしてた人が、ウルトラマンをデザインするにあたって、かっこいい宇宙人のデザインしてくれって頼まれて、ウルトラマンのデザインを考えたんですよ。あれを銀色に、メタリックな銀色に赤い、そのね、ちょっとなんかところどころ赤いという考えたんだけど、その時にはカラータイマーついてない。んですよ。なるほど。その時の絵では。それを元にしてると。だから一番最初の成田徹がデザインしたウルトラマンを出そうという、そういうこだわりなんですよ。だから、ドラマ的なこだわりじゃなくって、そういうこだわりなんですよ。デザイン的な。とか、あるいはその着ぐるみが、ああやったとか、結構その僕らが、居酒屋でおっさんが昔のウルトラマンの話するときに、あれ、怪獣あれでも使い回しやで、とかいうようなこと言うじゃないですか。あの辺を全部こう、やってるという感じなんです。それをちゃんと映画の中に落とし込んでると。で、それを、なんや、我々、居酒屋で言うてるような話を、ちょっと今のね、今の撮影技術でやってるだけやんかと思うのか、ようやってくれたと思うのかという。そうか、そうか。どう撮るかですよね。どう撮るかなんですよ。そうか、そうか。だから、シン・ゴジラというのは、完璧にゴジラというものを新しい捉え方してたんですよ。だから僕の感情的には、ゴジラこんなしてしまったかっていうのがあるんですよ、僕はね。映画的にはよくできてるんだけども、ゴジラとして、ゴジラファンが見たときに、ちょっと賛否が分かれるんだろうなと思ったんですね。で、庵野秀明の色がめっちゃ濃い映画だったんですよ。で、今回は庵野色っていうのはちょっと薄いんですよ。どちらかというと。もう、伝統の方に。だから、どちらかというと監督の樋口くんという、樋口真嗣くんの僕はカラーが強いと思うんですよ。樋口真嗣という監督。この人も、もともと、自主映画の山田のオロチという映画を作って、で、これの特撮監督をやった人なんですよ。10いくつで。で、それの特撮がすごいよかったので、そこから彼、どんどん特撮監督として出世していって、本編の監督もするようになったんですけど、平成のガメラとかの特撮をずっとやってたんですよ。で、それはやっぱり当時の山田のオロチの特撮のあれが、センスが全部生きてるんですよ。だから、その樋口監督のこだわりが、今回はすごく出てたなと。逆に言うと、その庵野さんの介在がそこまで強くなかったと僕は思ったんですよ。どちらかといえば。で、シン・ゴジラの時には、庵野さんが、要は樋口くんとか演出してるところに来て、それではダメだっつって、こうだっつってやるようなことがあったらしいんだけど、今回やっぱり、これでいいんだと思って、ちょっと、そういう目で見てたのかなと。だから、要はウルトラマンに関して言えば、このウルトラマンがやっぱりええんだという庵野くんのやっぱりこう、気持ちもあったんじゃないかなと。だから逆にそれが庵野カラーを、ちょっと薄める結果になったんじゃないかなと思いましたね。そこが賛否分かれるところやと。かと思いますね。いうことなんですね。ちょっと私もね、もう、見に行こうとは思ってますんで、またそれ見てから、また竹内先生お話、いろいろ質問したいなと思います。ぜひぜひ。こんなメールも来ております。ラジオネーム、カシムさんからいただきました。墨田弁護士、竹内兄貴、こんばんは。いつも仕事終わり、楽しく拝聴させていただいています。竹内さんは MBS の土曜朝から放送されているサタプラ、ご覧になられてますでしょうか？毎回、ハムや冷凍食品など、大手中小、PB、なんて言ったっけ、プライベートブランド。プライベートブランド。はい、問わず、同じ土俵でコスパや味、万能さなどでチェックし、ランキング形式でベスト5を決めるというコーナーなのですが、はい、うん、それを決めているのは MBS の清水麻也アナウンサー。はい、丸1日かけて、それぞれの商品をそこまで比べるかというくらい細かくグラフで優劣をつけていくのですが、うん、その切れ味の鋭さでつい見入ってしまいます。はいはい、抜群に優れているものには、これまで食べた中で一番おいしいと褒めちぎり、良くないと感じたものには、何これ変な味すると露骨に眉をしかませ、酷評。先日のケチャップの回では卵との相性の比較で卵がかわいそうとまで言うものもあり、スタジオがざわつくほどでした。それと個人的にあの清水アナの醜いものを蔑むかのような表情は一部の性癖の人にとってはたまらないのではと感じるぐらいのインパクトの強さを感じるのですが、はい、もし番組を見たことがありましたらお二人のご感想も聞かせていただけませんでしょうかと。なるほど、それでも見たいですね。見てみたいですね。そんな見てみたいですね。いやー、な顔するんですか。いやだからね、はい、今そのプライベートブランドとかがちょっと一つ流行りなんですよね。でファミリーブランドみたいなのがあって、はい、でまあ同じところがそのまあプライベートブランドとかプレミアムブランドとかいろいろ使い分けたりしてるんですよね。だから要はファミリーブランドというのは味はそこそこやけども、皆さんが食べやすい味にして、なおかつ値段を安くしてると。でプライベートブランドになってきたりとかプレミアムブランドになると、要はちょっとお高いけども、例えばこんなこだわりがありますと。例えば、ある人にとってはまずいと感じるかもしれないけど、これを好きな人にとっては非常に美味しく感じられるとか、これは高いけども、味も年ほどじゃないかもしれないけど、使ってる素材はもう安全性の高いものばっかりやってるとか、いろいろ今使い分けてるんですよ。なるほど。だからそのプライベート細分化してるんですね。そうなんですよ。良さが。はい。だから、そこのマヤさんが言うてる、そのマヤ的なところで言えば、はい、そのどこに立脚して言うてるかですよね。そうですよね、うん、そこが売れちゃうねみたいなところで、うん、はい、卵かわいそうとまで言われたらね。そうなんですよ。だから、それはかわいそうかもしれないけど、これぐらいのかわいそうさやったら、この値段で、なるほど、なるほど。だったらええんじゃないのというようなところを加味しないと、同じ値段設定というところで比べたら、それ優劣出てくると思うんですよ。なんでも、でも、よう、見てないんでしょ、でもこれ。これ見てない。見たかのように言うけど。見たかの言うけど、多分そうなんでしょうね。だから、その、マヤさん自体がこだわりのある人ならわかるんですよ。なんでしょうね。なぜかって言えば、やっぱりこれは地元のマヤさんからマヤって取ってますから。あ、そうなんですか。同じですよ。あ、そうなんですか。だから、まあ、その、ご両親からしたら。まあ、でも、それは、ご両親のこだわりでしょ。そうそう。ね、この人の名前から。その、ご両親のこだわりのもと育ってきた人。なるほど、こだわりありで育てられたから。はい、すごいこだわりあって。で、マヤのなんとかという、その、ケイバウマのところからも、その、マヤという名前になったという。よく詳しいですね。はい。ちょっと調べました。あ、調べはったんですか。はい。はい。だからまあ、要は、これだけ、僕思うのは、辛口の票って今受けるんですよ。なぜかって言ったら、今、辛口の票ってあんまりみんなしないから、逆に受けたりして、受けることによって、OK になる場合があるんですよ。あ、そうか、この人が言うのはありっていう。ありってなるんですよ。だからそこの立場を掴んだと思うんですよ。で、要は、ハイヒールさんの真夜中市場もそうでしょ。真夜中市場、もうご覧になられてるんですか。はい。あれも結構言うんですよ。言うんですか、ハイヒールのお二人が。はい。で、結構ね、高い商品ばっかり紹介するんですよ。安いものないんですよ。でもそこで終わんないでしょ。高いで、けれどもっていうとこなんですよ。そこだけで終わんないでしょ。そう。だから、高いで、結局高いで。高いよと。でも、いいんだと。いいけども、高いと。高すぎるから、ちょっと安くせえ、みたいなね。いうことで、結構、それなりに下げさすんですよ。で、それがね、マジな話。僕、これ、そこに出てる人と一緒に仕事してるから、裏話聞くんだけど、本当に持ってきたバイヤーの人は困ってると。あ、マジで。結構マジで言うてるから。マジで言うてるから。で、ってなって、でも、じゃあ、それは下げます。というようなことで、本当に、もう下げるの分かってて、お高いんでしょみたいな番組とはちょっと違う。一線隠してるんです。だから、あれが信頼を得てるんです。そんなそこまで、熱心に見てないですね。そうなんですよ。なんか、あれ、まだこの番組やってるわぐらいですけど。で、今、完全なリニューアルをして、ちょっと生まれ変わったんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、これがね、ちょっと僕は、ダメージがあるのかなと思ってるんですよ。というのはね、テーブルを置いて、テーブルでこう、なんかテーブルで座って、なんかいろいろ紹介するみたいな話になってんだけど、それまではこう、ソファーみたいなところにハイヒールが座ってて、あ、そんなイメージですね。ソファーのイメージですね。今、テーブルになったんですよ。で、ソファーの時はちょっと深く座り込んで、特にいつも桃子さんが、なんか短い短パンみたいなの履いて、太もも丸出しにして、で、そこになんか薬塗りたくったりしてるんですよ。あれがちょっと、A という人が結構いたんですよ。どこにですか？ いるんですよ。その、マヤさんの蔑んだ表情がいいみたいな、その、桃子さんの熟女の、なんか、桃子さん、足綺麗ですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。桃子さんみたいな、ちょっと、ね、イケイケギャルみたいな感じのまま、おばさんになっていった人の、なんか、まだ、こうなんていうのかな、干渉に耐えうる太ももみたいなのは、それなりに、やっぱ食いつきがあるんですよ。干渉に頼るじゃなくて、ね、僕ほんまね、何年か前お会いした時に、ほんまに、その、ほんまスラーとしてありますよ、桃子さんって。でしょ？うん。だからそれをね、で、特に桃子さんって、わりかしお笑いの畑の人やから、わりかしじゃなくて完璧お笑い畑の人やから、なんかこんな時にね、いやもうこう蚊に刺されてかいねんっつって太ももかいたりしよるんですよ。なんかそういうところもある人にとっては、こう、すごく食用として、ね、尊ばれてたんですよ。はい。それがちょっとなくなるんです。ああ、もうその机になったことによって。あれ、だからもう一回ね、考え直さないと。分かってなかったんですか、制作側は。そういう層が、視聴率の何パーか支えてるっていうこと。分かってなかったんちゃうかな。だから言ってあげないといけないんちゃうかなってと思って。僕もここで言うのもあえて、これ、スタッフの方が聞いてくれてると思って言うてます。だから、ね、本当に僕の素直な思いなので。なるほど。はい。これ聞いてはったら、もうちょっとね、桃子さんのその、蚊に刺された跡が、見えるような形で。はい。はい。次の曲いきましょうか。はい。次は、天地真理さんで、夕日のスケッチ。ラジオネーム、バーガーママさん、大阪府女性の方からいただきました。はい、墨田先生、竹内先生、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いています。これ5月16日にメールいただいてるんですが、はいちょうど1週間前、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが61歳の若さでお亡くなりになられ、はい日本中がショックとなりました。はい、まあ、ちょっと一部割愛させていただいて、で、まあ、おしどり夫婦でファイト一発の渡辺裕之さんなど、世間が羨む成功を収めた著名人が、なぜ、若くして、お亡くなりになられるのか、不思議でなりません。お二人のご意見をお聞かせください。というメールいただいてるんですけども。いや、どうなんでしょうかね。例えば、その、成功して、芸能界で、成功したがゆえに、また、ね、先ほども言いましたけど、お金を持ってるだけではっていう、また違う、こう、圧迫が出てきたりね、するんですよ。僕ね、先ほど曲かけさせていただいて、天地真理さんの夕日のスケッチっていうのをかけさせていただきましたけど、天地真理さんはもう後年というか、いわゆる、まあ、人ってデビューから6曲続けてオリコン1位になったりとかしてて、オリコンを多分8曲ぐらい1位取ってるんですけど、恋する夏の日というね、あなたを待つのテニスコートってやつを一番ピークにして、その後自力になっていくんですよ。そうだったんですか。で、後年というか、それから1年、2年後ぐらいに出した曲が、この夕日のスケッチとか、矢車草とかいう、ちょっと懐かしめの曲なんですよ、おとなしめの。僕、この辺が大好きなんですけど、もうこの辺になってきた時にちょっと無人気がかなり落ちてるんですね。で、その時に、まあ、テレビ出てる、今、YouTube で見れるから見ても、ちょっと痩せ細られて、綺麗にはなってるんですけども、ちょっともう憂いが出てきて、いつもニコニコしてる明るいマリちゃんじゃないんですよ。最初出始めの頃のマリちゃんではないと。で、それはなぜかというと、例えば、忙しすぎて疲れたという部分と、あと、まあ、この曲が売れてるの同じような曲でなぜ売れないんだろうと思い出したとか、いうようなことがあって、それが顔に出てきて、いつも笑ってるマリちゃんじゃないということで、笑わないマリちゃんなんてとか言われる、それは耳に入ってくることによって余計こうダメになっていって、普通から見たら十分売れてる状態なのに、もうダメだと思っちゃうという気持ちあると思うんですよ。そういうのは歌とか、歌ってる表情とかにちょっと出てて、僕すごい物悲しい思いになってたんですね。そういう、その時に思ったのが、あ、芸能人ってこういう苦労をするんだなと。要は、人気出たら出たで、その人気を保たないといけないと。そうですね、キープするのがね。加工しちゃうと、ちょっと右肩下がりになっちゃうと、もうダメなんだと思っちゃうと。だから、こっから売れていこうと思って頑張ってる時は、やっぱりこう、すごい励みがあって、頑張れるんだけど、一旦それをキープしようとなると、すごくこう、辛くなっていくんだということと、やっぱり今回はやっぱりみんなが味わってるコロナ禍というやつですよね。はいはい、やっぱりこれによってその芸風を保てない人も出てくると。例えば、どうしてもこう、例えば野球だったら観客入れたらいかんとか言われたりもしてたじゃないですか。ね、そうですね。まあ、あれは団体のものだし、個人がそれほど悩むことではないんだろうけど、まあ、個人でやってる人たちも同じようにこう、ね、コロナ禍はやってくるわけですよ。はい、でその中でやっぱりそのダチョウ倶楽部っていうのはどちらかといえば密着したもうコンタクトギャグというか、ギャグが中心だったので、はい、それに対してその例えばアクリル板を通してそのキスをするみたいなね、ふうにやってはったらしいですね。そういうこととこせんとあかんという状況になってたわけですよね、何にしろね。だからそれ自体がどうなんだろうというようなことで、真面目な人であれば結構悩んでいくと思うんですよね。その自分たちのスタイルみたいなものに対して、でしかも長年培ってきて、やり続けてきて、一つの形として定着してるのに、そこを今のこの年になってもう一回何かこう、何かをせざるを得ないような状況に追い込まれるということ自体が、まあ僕らが考えてる以上に辛いことなのかもしれないなというふうには思いますね。うん。ね、だから渡辺裕之さんも奥様、原さん、原秀子さんですか、KBS 京都でね、テレビ番組で京都の街散歩してはる木森っていう木本さんの番組の中でそういう企画があるんですけど、まあほんまにいつも陽気に明るい奥さんで、でそのね京都の街中で声かける人がいるんですよ。おしどり夫婦やなみたいなことをね、そういうのがよくあってニコニコ応対してて、まあ今回こういうことがあって、そういうね記事とかを目にすると、まあちょっと前から渡辺さんは精神的にちょっと不調をきたしてたんじゃないかみたいなこともあったりとかして、だから人間っていうのはそういうことを抱えながらそれを隠して、特に表舞台に出る人は振る舞ってるっていう部分はみんなね多かれ少なかれあるもんですから、ほんまにね、もう本当に人によって悩みとかって、分からないじゃないですか。悩みって目に見えないから、自分が何なのかな、そういうのを気にしてない人間が気にしてる人間かすらも僕よう分かんないなと思うんですよ。自分の評価とその人ってどのぐらい同じ問題を悩み気にするかなんて分からないから、何にしろそうですよ。同じようなことがあってもそれを糧にバネに成長する人もいれば、それによってちょっとダメになってしまう人もいるわけでしょ。だからそれはもう取り方の問題やと言われても、その取り方をどうするかっていうのは個人の問題だから、いくら人から言われてもそう取れない人もいるし、人から言われなくってもよしこれを糧にして頑張ろうと思う人もいるわけじゃん。自分がやっぱりこうダメな時っていうのは面白いと、ダメな時があるからちゃんとなった時にはあれを振り返れる、今のこの悪い状態を振り返れるって思う人もいるわけじゃないですか。だからそれはもう千差万別ですからね。そうですよね。でほんまにね、その先お金入ってね、幸福なこともあれば不幸なこともある話もありましたけど、例えば僕なんてもともとずっと竹内先生とまこさんのラジオずっと聞いてて、ほんまにね今のこの竹内先生とラジオをご一緒させてもらうなんてもう夢のような、中学生の自分からしたらもうありえない、僕は中学生の時に将来の自分の姿を思い描いて、30年後竹内先生とそういうふうに一緒にラジオできてる、まこさんとラジオできてるとか思えたとしたら、もうそれだけであと何もいらんわってきっと思ってたはずやし、思ってたんですよ。思ったけど今実際こうやったら一緒にさせてもらうことはものすごい嬉しいことやけども、まあそれと全く別のいろんな悩みを抱えたりするじゃないですか。全くそれだけで全てが解決するっていう話、まあ当たり前のことなんですけど、この間そのまこさんの CBC のラジオ出てた時にリクエスト曲があって、それがね佐野元春の「サムデー」やったんですよ。サムデーがほんで流れてきて、まこさんが曲紹介して、僕も学生時代からすごい佐野元春好きで、高校生の時はライブとか行ってたんですよ。サムデーも好きで、でまあ聞きながら、自分にとって10代の自分にとってこれはそのサムデーが今来てるはずなんですよ、来てると思ったんですよ。で込み上げてくると同時に、でもなんか頭の中ではもう仕事のこととかいろんなこといっぱい悩みもあって、そのもうサムデーが来て百歩っていうだけじゃないのがまあ当たり前ですけどね、そういうもんですもんね。だから僕なんてもうねこんなちょろっとラジオやってるだけですけど、そのね露出が多い人だったら多い人はそのステージのまた成功してるけど、それとともにね、批判もされるし、ですよね。そうですよ。だからまあ言うてみたらね、やっぱりその10代とか20歳そこそこの恋愛の時っていうのは、この恋愛が成就できてこの彼女が本当に振り向いてくれて、すべて叶うところなんですね。全部それでもう 100% OK、オール OK やと思うですよね。他何も考えてないですよね。将来的にどう暮らしていこうとか、要は今彼女の気持ちさえ自分に向いてくれたら、もうあとは何もいらないという気持ちで。10代の時はそんな時もあります。ありますやんか。で、それがもし、例えばそれが成就できたとしても、1年、2年経ったらもうそうは思ってないわけですよ、人間って。まあ、とっとしいなとかね、問題する時もあるわけじゃないですか。そういうもんだそうですよね。だから、まあ、それ男女お互い様ですよね。お互い様でね、そういうことなんですよ。だから、これさえできたらとかね、これさえとかいうのは、それはね、僕は、次の電信柱まで頑張ろうみたいなもんやと思うんですよ。そこへ行くとまた次の電信柱が出てきて、そこ行ったとこゴールはないんですよね。だから人生っていうのはどこまで行ってもゴールがないから、死ぬまでないんですよ。武藤敬司がね、プロレスっていうのはゴールのないマラソンやって言ってたんですけど、ほんまにそうですよね。そうなんですよ。ゴールないですよね。だから、ほんまに僕は司法試験ずっと10年やってて、9回目で受かった時に、もうずっと受けてる時はもう、受かったらもう、どんな他の無理難題が押し寄せてきてもええと。とりあえず受かってくれたらもうなんとかなるもんだけど、いや、ほんまに、もう、受かったら受かったでしょ？また、全然質の違う、もっと重たい、責任感のある悩みが押し寄せてきてるし。そうなんですよ。まさに。だから、そこでね、ほら、なろうなろう、明日はヒノキになろうみたいな、明日なろう物語ってあるでしょ？あれだと思うんですよ。結局それがあるから人間生きていけるんだけど、明日はそうなろう、明日はそうなろうと思ってね。だから、それは、悪く言えば、明日ありと思う心ですよね。要は、明日があると思うから、明日頑張ろうと言えるんだけど、本当は明日がないと思って頑張らんたかんわけで、頑張るというのは、今頑張らんたかんという。でも明日があるということで人間って明日に期待するじゃないですか。で、極端な話、一日寝て起きたらなんとかなってるかもしれないというような気持ちもあるじゃないですか。その気持ちがあるから、やっぱり人間も生きていけると思うんですよ。要は、今やることは今やれっていう気持ちって大切ですよ。今やって明日に過去を残さずに今やるっていうのが大切やけど、でも前は、明日があるわと思えるから人間っていけるわけで、それを今やっとかんだかんと思って、今やらなかったらもうあかんねやってなっちゃうと、これ自分を追い詰めていくじゃないですか。なるほど、なるほど。その時、今やるという気持ちはめちゃくちゃ大切やし、今頑張ってる人はすごいんやけど、もし究極まで行って頑張れない、もうあかん、もう眠たい、あかんと思ったら、明日があると思える風に切り替えるっていうか、この切り替えの気持ちが大切だと思うんですよね。まあ僕らみたいにもうすごい楽天とかやから、明日あるからええで、つって今飲んどこみたいなのはちょっと考えもんやけど、やっぱり頑張る人は頑張りすぎずに、もう明日があるって思えたらね、次にまたなんか希望が出てくるんちゃいます？そうですよね。で、有吉さんがね、竜兵会言うて、上島さんのね、主催する飲み会ですごい世話になって、売れてへん時代にね、恩があるっていう話は有名ですけど、有吉さんのラジオ、この間生放送の聞いてたら、まあまあ、ほんまに、なんとか絞り出すように喋ってらっしゃったんですけど、やっぱりだからラジオって過酷やなって思ったのが、そういう時に毎週生放送が来て、ね、その恩人が、なくならはっても生放送がやってくるわけじゃないですか。2時間喋らなあかんっていう。っていうことっていうのは、ほんまにだからね、まあ僕はラジオで喋る立場として、だからそれを聞きながらね、いろいろ思っちゃいましたね。言ったら僕、今書いてる本っていうのが、お世話になった、まあ、師匠、先輩、先生みたいな人のことを書いてるんですけど、ほとんどがね、出てくる人がよう考えたら年上なんですよ。年下はマッスル酒井と塩田武さんぐらいで、あとみんな年上で、だからそう考えたら、これから僕の人生の後半戦っていうのは、その人たちと、まあ、お別れすることが来るわけじゃないですか。まあ、ラジオやってる、やってへん別にしても来るわけじゃないですか。っていうことを考えたんですよね。だから、うわ、それはもう、そこが、今まで、幸いにもこの45年間っていうのはもう本当に、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんとかね、まあ、結構長生きして、まあ、亡くなってるのはありましたけど、その別れはあったけど、これからどんどんそういう先輩、そうですよね。目の当たりにしていくっていう部分が、これから後半戦続くんかと思うとね、なんか、だから、そういう意味では、僕が思うのはほんまに、上島さんもそうなんですけど、そういう意味では、ダチョウ倶楽部って僕ら、高校生ぐらいの時のお笑いウルトラクイズって、僕、テレビ見て一番笑ったのが、もう、ラジオ聞いて一番笑ったのはほんまサイキック青年なんですけど、テレビはほんまにダチョウ倶楽部のそのお笑いウルトラクイズでむちゃくちゃされてたじゃないですか。そうですよね。カースタントとか、ね、もう火で燃えてるとこ突っ込んだりとか。あの頃はもうすごかったですもんね。すごかったですよね。すごかった。うん。ほんまにで、人間性クイズって言って。あったあったあった。ね。もうね。ドッキリ仕掛けられて、それをたけしさんとかが別室で見てるんやけども、そのドッキリがもう人間性を測るっていうドッキリで、チャンバラトリオのね、結城哲也さんが、実はもう、すごい SM のね、サディスティックな人で、上島さんを部屋に呼び寄せて、ムチで殴っていって、で、なっていったら今度は逆ドッキリで、上島さんが、結城哲也にも逆に、もうムチを奪い返して、しばきまくるんですよ。ほんで、それを結城のてっちゃんは知らんから、知らされてへんから、もう慌てて、ほんで、なんかもうカメラを見て助けを求めてるんですよ。そう、でも追いかけ回してしばきまくるみたいなことを、昔、9時ぐらいからやってたじゃないですか、テレビで。その時もうほんまに人生で一番笑うぐらい笑ったし、その時の話をやっぱりするべきですよね、その世話になったというか、そうですね、その時の凄さを残された人間は語るべきかなと思って。ですね、だからそうですよね、結局、なんていうかな、お笑い芸人が、まあ、そういうね、ある種、自死みたいな方をね、選んだ時にね、それを笑っていいのか、笑ってたらいけないのかみたいなのがあるじゃないですか、だからまあ本当に言いづらいことなんだろうけども、やっぱりその芸人の方に対するリスペクトみたいなものというのは、やっぱり彼が残したお笑いの軌跡でもあると僕は思うんですよ。だからやっぱりそれはやっぱり僕は、まあ僕の考えだけども、やっぱり笑って笑うべきかなと思うんですね。いや、そう思いますね。なんかね、水車でぐるぐる回されて、ほんでまたそれも鞭でしばかれてましたよ。ほんで、ムチでしばかれて、水車でぐるぐる回されて、そういう浮気の話とかを、まあ、告白させられて、ほんで、目隠してるんですよ。で、目隠しとった奥さんがいるみたいな。そういうのを、でもね、そういうのが、だから今、ね、いじめを助長してるみたいな言われますけど、でも、そういう笑いっていうのは、上島さんとかじゃなかったら、あの人ら言うたらね、プロレスで言うたらもう受け身の達人なわけですよ。ほんまに邪道下道みたいな。あの人らやないと、それを、がほんまに単なる悲惨な、そういう、なんでしょう、上の人が下の人をいじめてるだけみたいに見えちゃうけれども、それを笑わせるって、実はものすごい技で、だから今いろいろルッキズムがどうしたとかって言って、吉本新喜劇とかでも、用して笑ったらあかんみたいな風潮あるかもしれないですけど、ただ、メダカさんってちいちゃいから面白いんじゃないんですよ、メダカ師匠は。この間も僕、久しぶりにちょっと新喜劇、アキさんの、いいようの秋さんの座長公演があって見に行ってきたんですけど、まあメダカ師匠出てはって、もう100発100中ギャグが受けるわけですよ。それはほんまにまあとか、もうねやっぱり技があるんだね。技なんですよ。だからなんか身の丈で笑わしてるんじゃなくて、そのまあで笑かしてはるわけで、だからまあいわゆる消化されてるんですよね。やっぱり笑いに、そうなんですよ。その何かを蔑んでとかそういうことじゃなくて、そういうことも乗り越えて飛び越えて、いわゆる技として消化されてるから。見てて気持ちいいんですよね。そうなんですよ。受け身の受けっぷりなんですよ。上島さんにしても。だそれをね、単純にね、いじめ助長するとかね、なんかなんや人権的にどうのこうのって言うてるとね、まあそれ本当にね、今一緒になって語られてしまって、今過渡期かもしれないけど、やっぱりそれ冷静にやっぱり分けていかないと、ゲイっていうのはなくなりますよ。そうですよね。だからほんまにプロレスもできなくなるし、要はプロレスっていうのはやっぱり見た時に迫力あるけども、それを支えてるのは彼らのやっぱり能力と体力と技じゃないですか。でそこが分かってこないと本来ダメで、子供とかあれ見てても知らないうちに分かってきてるはずなんですよ。でそれを真似してもちろん悲惨なことになるようなこともね多分出てくるから、それは極力それはなくすようにしながらも、やっぱり持ってるいいものは伝えていかないといけないなって僕は思いますよ。笑いもそうですけど、ほんまでもね、だからねえ、だから有吉さん大変やったやろうなと思いながら聞いてて、でそれで僕思い出したのが、サイキック青年団の、もう何年前かな、もう20年以上前だと思うんですけど、竹内先生が遅刻なさった回があって、でその回っていうのが実は竹内先生のお父様がねお亡くなりになられてお葬式ってあって。いや、あ、そうやってんやって思いながら聞いてたら、竹内先生がそのお葬式のお坊さんの話をなんかね、すごい覚えてるんですよ。何人かでやっていって、お経を読んでる時にどんどん盛り上がっていって、そうそう、なんかハモり出した。ハモり出して、いろいろおかず入れ出して、みたいなことを言うてはって、僕そのことをすごい思い出して、それを自分がね、これから将来そういうことが起こりうると思うんです。僕両方、自分の親も妻の両親も健在なんですけど、ってなった時に、そういうことがあって、そういう話ができるかなって思った時に竹内さんすごいなっていうで、いやあの時ね、組織やった時にね、僕別にそのうちの親父が亡くなったということをね、あんまり誰にも言ってなかったんだけど、その花っていうの届くじゃないですか。届きますよね。届いてたんですよ、言うてないのに。で、その北野誠とか堀ちえみとかシンプレとか届いてて、で、来た人がなんでか分からへんわけ。なんでそんなん来てるのか、親戚の人とか。僕がなんかやってるなんて分かってないわけだから。そうなんですか。うん。ほんでみんな、あれとか言うて、で、それをこう写真で、当時カメラ、バーっと撮ってる。なんでか知らんけど、そういう有名人が来てるって。来てるっつって、花送ってきてるっつって、バチバチバチって撮ってて、で、吉川君、これ、なんでこんなん来てんのって言ったら、いや、よくわかんないんですけど、つって、ね、とか言うて、不思議やね、お父さん不思議な人やね、とか言うてたから、そういうところもなんかね、ちょっと面白いんですよ。なんか知らないけど。うん。まあ、その、亡くなったらね、結局もそういうことですよ。何やらぬこと言われるんですよ。何があっても。だからそういうふうにね、堀ちえみとなんかお父さん。関係あんのか。関係あんのか。とかね、なるんですよ。説明したら、そういうことかってことなんだけど、説明しなかったらね、ってこうなるっていうね。だから生き死にっていうのはね、僕、だからそこで言いたいんです。一番言いたいのは、芸能人だからこそ悩むとか、お金があるから悩む、ないから悩むとか、いろいろあって、皆さん、こう、死を急ぐ人も多分たくさんいらっしゃると思うんだけども、結局人間ってね、なんだかんだ言うても最後は死ぬんですよ。なんだかんだ言うても。必ず。だから、それは急がなくっても必ず死は来ますから。だから車で待ってたらいいんですよ。急ぐ必要は全くないです。今死んどかないと死ぬ時期がないと思うのは間違いで、いずれ、もう死にたくなかったも死ぬわけですから。どう考えても。だから、それまでは生きるということで僕はいいと思うんですよ。だから、やっぱりこう、なんで今死ぬかと思うっていうのは、死にたいと思うのか、どうなのかわからないけど、死にたいと思っても、いずれ絶対死ぬから、その自分の願望は叶うからね、そこまで生きたらいいんじゃないのと思う。そう思うとね、僕は大丈夫な気がするんですけどもね。なるほど。曲、いけますかね。はい。浅田美代子さんで、虹の架け橋。あっという間にエンディングでございます。今夜も竹内先生、ありがとうございました。ありがとうございました。今週の、木曜日ですね、何日になりますかね、5月の19日ですかね、19日、19時会場、19時半開演で、毎月やっております、竹内先生とのイベント、モーゲンフリーマンを、アワーズルームで開催いたします、ひこばしです、ツイキャスでも配信もございますので、ぜひご参加いただければ。というわけで、今日もいろいろお話しさせていただきました。ありがとうございました。いろいろね、毎回会うたんびに勉強になります。でも今日は見事に下ネタなし会でしたね。下ネタそうですよね。ちょっとだから気さくなアイドルの話ぐらいじゃないですか。ぐらいですかね。ゆわはね。僕ら別になくてもいいんですよ。そうなんですよ。別にね下ネタだけで生きてるわけじゃないからね。正直な話。下ネタだけで生きてる60半ばの。そんなわけないですかね。なんかちょっとねいろいろ考えてるんですよ。僕らもいろいろ抱えながら。そうですよ。ね。そうそうそう。そうそう。それを乗り越えて話し合うのがバカバカしい話やっていうだけでございます。ですよ。だからそのあさってじゃないか明日か。明日だ。またバカバカしい話をね。やりますよ。心では泣きながら話しますので皆さんはよろしければお越しください。また竹内先生お願いいたします。来週はカミソリ負け弁護士軍団の大谷君と長谷川君が来てくれます。せーの、ハマグリハマグリ。